ニテシュティワーリーは、インドのボリウッドで活動する映画監督、脚本家、作詞家。マディアプラデーシュ州イタル市のヒンドゥー教徒の家庭に生まれ、1996年にインド工科大学ボンベー校を卒業する。映画業界に入る前は、広告会社、レオ・バーネットのクリエイティブ、ディレクターとして働いていた。レオ・バーネットの同僚だったアシュビニ・アイ・アール・ティワーリーと結婚し、 一南一条を設けた。2011年公開のチラーパーティーでビカースバールと共同監督を務め、同作はナショナルフィルムアワード最優秀児童映画賞を受賞した。2014年に単独監督を務めたブートネットリターンズは工業的な成功を収めた。2016年に監督、脚本を務めたダンガルキッド強くなるは2017年4月に、 北京国際映画祭、6月に第2回ブリックスフェスティバルで上映され、同作は2017年時点で、インド映画歴代最高額の興行成績に100億、ルピーを記録し、そのうち120億ルピーは中国での興行収入だった。ティワーリーは、同作の制作を評価され、第62回フィルムフェア賞で最優秀監督賞、インディアンフィルムフェスティバルメルボルンでテルストラピープルズ。 チョイスアワードを受賞している。ありがとうございます。